リアデイルの大地にてケイナ役雪村えりのスタジオ探検パート6。今回はですね、魔法フィルムさんの仕上げ画部門にやってまいりましたよ。キイちゃん、はい、お話を伺うのはどなたですか？はい、今回は私です。キイちゃんがなんですか？ちょっと AI サポートじゃなかったんですか？私は万能 AI なのではい、さすが。はい、ということで、はい、雪村さんは仕上げのお仕事についてどんなイメージをお持ちですか？映像をダーって見て、ここダメいう仕事です。なるほどじゃあ実際に、はい、仕上げのお仕事、素材を見ながら、はい、一緒に、はいはい、見ていきましょう。はい、じゃあどうぞ。仕上げのお仕事っていうのは、はい、動画のさっき動画の素材をスキャンして、はい、パソコンに取り込んで、はい、色を塗るっていうお仕事です。なるほど。じゃあその、仕上げで使用できる色っていうのは、はい、全部で何種類くらいあるんですか？そうですね、はい、デジタルになってから、うんうん、はい、膨大な数の色を使えるようになったんですけれども、一般には1677万色と。あ、万なんだ、はい、マジか。言われてまして、はい、でそこからアニメに合った色を選んで塗っていくということですね。果てしない作業ですね、はい、なんかすごい聞いただけでもすごい大変そうなんですけど、その中でもその仕上げが作業で大変なことってどんなところですかね？動画と同じで枚数が多かったりとか、はい、それから細かい部分っていうのが、はい、たくさんありますので、まあ、そこの、塗り漏れであるとか、あとちょっと色が間違っていると、はい、1枚でも色が間違っていると、はい、やっぱり、映像にした時に、はい、そのパカ、色パカっていうんですけれども、はい、色が違って、はい、見えてしまうので、はい、見ていてもなってしまうというところが大変なところかなと。いや大変。じゃあその中でのやりがいというのはどんなところですか？今まで線画だったキャラクターが、はい、ちゃんとしたキャラクターになったと思える瞬間だなっていうふうに思います。そうですよね、実際に動き始めて色がつき始めたら本当にいるんじゃないかって思えるくらいの絵だから。じゃあ最後になるんですけど、はい、私のケイナはキイちゃん的にどうですか？ AI としてそばで聞いていてなんですけれども、はい、はい、ケイナのすごいやっぱり可愛らしさと強さっていう2つ両面あると思うんですけど、はい、そのこう2つがこうなんていうか融合されて、それこそ融合されて声としてもこう演技で出されているっていうのがすごいなって、はい、思ってます。ありがとうございます、はい、優しいキイちゃんそばにいてくれるからこそすごく細かく言ってくださって本当ありがとうございますということで、いろいろ仕上げについて聞かせていただいたんですけれども、本当に自然とか豊かな感じじゃないですか。リアデイルの大地にてっていう作品ですからね。だからすごく森とかの色もすごい綺麗で、光が当たってるところでしたりとか、もう本当にとても素敵だなっていつも思っているので、それをキイちゃんがやっているっていうことを知れて本当に嬉しかったですし、本当すごいなって思いました。本当ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、私にも二つ名をぜひ授けてください。はい、わかりました。うわー、どうしようかな。仕上げ色ですもんね、グラデーション。なんかわかんないけど、まあ、決めましたはい、いきますよ。キイちゃんは色彩のグラデニストです。わーい、拍手してくださいありがとうございます。ちょっと内容はよくわかんないんですけど、でもなんかすごい、だって何万通りの中から選ばれたね、色がグラデーションになるわけですから、そういうことなんですよ。そう、グラデニストです。はい色彩のグラデニストさん、はい本日は本当にいろいろ聞かせていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございましたありがとうございます。はい、それではですね、次回は実際に
私はですね仕上げ作業にチャレンジしたいと思いますよ。ぜひぜひご覧くださいね。